自ら操作できる特殊な鏡で自分の肌色に合う化粧品を選ぶことができます。男性向け化粧品を扱うバルクオムは店員と対面せず客自身が自分に合う商品を選択できるデジタルミラーを設置した店舗をオープンしました。感染予防のほか店員に相談するのが苦手な客が来店しやすくするのが狙いです。オンライン会議の増加などで自分の顔を見る機会が多くなり男性向け化粧品の市場は拡大しています。